トモの小部屋ようこそ。ラブレターが急増中です。はい、菊口ボロです。お願いします。今日ラブレターが来てまして、はい、まあ質問なんですけどね。<laughs> 質問ですね。<laughs> 埼玉県の東松山市にお住まいの六十九歳の男性の方か,からの質問です。トーナメント前の練習は誰とラウンドするのでしょうか。どんな内容ですか。前日の過ごし方はどうしてるんですか。って書いてます。 うん、どうですか、トーナメントだから連覧ってことですよね。そうですね。え、もし、金曜、三日間の試合だと、金土日じゃないですか。うん、はい。そしたら、連覧はなん曜日なんですか。火水とかですね。木曜日にプロアーマーとか。あったりするんですん、ね、プロアーマーとか。ちなみに、菊池プロは、比較的誰とするんですか。うん、仲いい子。と。別に決まってないんですか。決まってないですね。若い時はどうだったんですか、若い時。 プロりちの時とかそういう時はもう友達と絶対一緒に入ってましたどっかにそうなんですか大御所とかと回ったりしないですかそこはなるべく避けるように邪魔にならないようにね大御所と一緒にいいですかとかってそのはもう会って直接言ったりとかしますいいですかって言われていいよって言われた今まで誰に「いいですか?」って言ったんですか大御所でそうこそ木澤信子さんとか私が出た時とかは「いいですよ」って言って。 い,いよっつって、はあ、お優しいん、ね、で、はい、やったたりとかしましまでもそういうのもあれですもんねもちろん仲いい人と回る方が気心知れて不安なくいろんな気遣うことなくできるっていうのもあるし、はい、すごいレジェンドとか上手い人と一緒に回って何か技術とかマネジメントを盗むっていう、うんうん、あそうですね両方あります、ね、だからいろんながあるよねり両方あります年齢とか時期とかね、はい、合わせて、うん、でどんな内容ですかってきてます。 連乱なんですか何球も打っていいんですかえっと、二球ですねぜ全ショット、にだから T ショット二球、<う>セカンド二球そうですじゃグリーン周りとか何回もするわけじゃないんですかグリーン周りも二球ぐらいで回ります、はい、連乱しなかったら難しいですかやっぱりああやっぱりラフの長さとか、うん、グリーン周りとかグリーンの硬さがわからないと嫌なんでやります、うん、でも書くんですか 私あんまり書くよりこう覚えちゃいますね。狙いどころ秘めてみたいな。はい。でここはもう T ショットドライバーやめとこうみたいな。そうですね。外すならこっちかなみたいな。はい。よく聞くの俺も。外すならこっちかなっていうのをよく聞くんだけど、外さないで打とうって思わないのかっていう。えっと保険？保険？一応保険？ミスした時のみたいな。はい。 なんかもう俺プロになるとそこにずっと打てんのかなと思っちゃっていやいや打ちたいです <laughs> <laughs> 打ちたい打ちたい打てないです <laughs> 前日の過ごし方が来てますああ前日はですね変わらないです普段と何時ぐらい寝るんですかえっと大体私8時間で寝なきゃいけないので、うん、それを計算して大体8時9時には就寝してますそうっすよね、はい、だって早いと何時入りっすかゴルフ場早いとえっと4時半とか5時とか、えー、それは早いっすね早いですえ 近場に泊まるんですかゴルフ場の大体もう30分以内には泊まるようにします<ー>、はい、ということで皆さんえー、今後もですねえー、いろいろ聞きたいこと何でもお待ちしておりますからぜひお便りお待ちしてますありがとうございましたありがとうございました